今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。と今週の火曜日は台風が来たりでお天気が悪かったんですけれども、昨日と今日はとてもお天気が良くて、双葉組さんは今日もとお散歩の方に出かけていきました。とだいぶ暑さの方も和らいできて、秋らしい風だったりが感じられて、子どもたちもすごく気持ちよくお散歩することができています。で最近はといつもは避難車に乗ってお散歩しているんですけれども、だんだんと自分で歩きたいっていうお友達が増えていて、避難車にこう乗せるともう下ろせ下ろせと言わんばかりにもうああって言って、もうとにかく自分で歩きたいんですよね。で先生とお手手をつないで少しずつ歩く練習なんかもしてすごく楽しく過ごしています。で最近は葉っぱを見つけたり、あとは空を飛んでるトンボだったり、あと園庭のどんぐりを見つけたり、秋を感じている子どもたちです。と毎日楽しく過ごしているので、と来週も子どもたちと一緒に楽しく過ごしていきたいと思います。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。